に争うつもりはない。手を貸せ。カンナギと王の救出ルートを確保する。選択の余地があるのか。危険な賭けだが。理解したようだな。共闘タイム。手早く済ませよう。言われるまでもない。じゃあ今回もやっていきます。エピソードイグニス。あ、また制圧された地区。レイブスとね、ここから行動を共にしていくと。あ、強いな、レイブスも。でもワイヤーが使えないから、ここからはもう徒歩だな。どこもかしこも。さあ、チアイ。レイブスの体力とかは分かんないのか。そんな2人して揃えなくても。あの重傷はもう普通にレイブス切っちゃったし。もう一丁サーチアイ。こいつらで全員でしょう。お、まだいる？こっちか。めっちゃ合わせんな、この二人。少しはできるようだな。覚悟があるならついてこい。ついてくのか。魔導エンジンの音。ああ、こっちは無人ショップだな。ちょっとなんか増えてるか見てこよう。無人ショップっていうか、まあ友人ショップをそのまんま無人にしてるだけの感じだけど、まあ特に必要ないな。あ、イグニス始まってからもうオールバックが乱れたまんまだ。やめておけ。交代命令を出している。時間の無駄だ。お前は なぜ帝国を敵に回す。妹を助けるのに理由がいるのか。私とルナフレーナは一族の使命を果たすため別々の道を歩んだ。ただそれだけだ。せやな。で、その腕は義手ですよね。なんだ。以前は義手ではなかったはずだが。かつて私は頼りない王に代わり、この手で闇を払おうと考えた。これはその報いだ。ノクトに力を貸してくれ。勘違いするなよ。お前と道を共にしているのは利害が一致しているからだ。
帝国の狙いは紅葉の指輪にある。指輪が渡れば二人の命が危ない。急ぐぞ。分かっている。ノクトを助けるのは私ですから。時間が惜しい。同感だ。スニークキルか。静かに進め。分かっている。一番苦手なやつだわ。おっと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 。めっちゃこっち見てる気がするんだけど、行っていいのこれ。スニークキル。遅れるな。ああ、あっさり倒しちゃった。いけるか。誰に聞いている。2体か。速攻仕留めろ。了解だ。足を引っ張るなよ。そのままお返しする。仲良くしろ。こんなにボロボロになってたっけ。お前はノクティスが真の王になると信じているのか。聞かれるまでもないが。テネブライが戦火に包まれた日、真っ先に逃げ出したレギス、その息子が真の王になれると。王を支えるのがカンナギの使命では。フルーレ家の責務を果たしたらな。ノクティスに王としての自覚が芽生える。わざわざ倒すしかない。打ち破る。いや、その逃げたっていうのは多分映画の FF の映画の冒頭のシーンのことだろうな。確かに逃げてたから言い逃れようがないけど。サーチアイ。あ、なんか増えてる。おっと、クワール。やってみるか。そうだ、クワールにはそんな攻撃は効かない。待て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 。ドアーマーが来てるよ。これ今どこにいるんだ。こっちか。危ない危ない危ない。ああ、自力で倒すしかない、こいつ。ああ、でもなんか効いた。 OK。 問題はない。異性だけは認めてやる。ノクティスは真の王には程遠い。このままでは星は闇に覆い尽くされ皆が死ぬ。ノクトは今はまだ王としての自覚が足りないが、決して自分が背負う運命から逃げ出すような人間ではない。その言葉通りであればいいが。
もう祭壇は目と鼻の先。先を急ぐぞ。ああ、ノクト！ルナフレーナ。ルナフレーナ様の。歴代の王の剣と聖石の魔法、六神をも超越した力で全てを浄化する。お前が玉座で命を捧ぐほか、この力を解放する術はない。お前の命と引き換えに力を解き放てば全てが終わる。偽りの王は闇と共に滅び、世界には夜明けがもたらされよう。人として生きる喜びを捨て、王の使命を全うするのだ。さあ、力を求めよ、真の王の力を。今の光景は何だったんだ。探す二人を。ああ、じゃあこれもちょっと本編補完になったね。ノクトの果てをこの時点で知ってたってことか、イグニス。で、多分もうこれはアーデンが来た後でしょう。ノクト！ルナフレーナ。かつて母もルシスの犠牲になった。そして今我が妹までも。こうどけ。何のつもりだ。無様な王ノクテスをこの場で殺す。邪魔をするならノクテスともども殺す。やらせはしない。あ、戦うのか。オコダレイブス。こいつでもレベル差30以上あるぞ。こいつ勝って全然減ってない。この剣で死ね。クソ、殺せば。ルナフレーナ様の思いまでも殺すことになる。目を開くことはない。立ちふさがれない。お前からだ。殺せ。勝って。とにかくコンボをつなげてダメージを増幅させないと。ノクトは偶然に選ばれた
のだからこそ聖石が選んだ。ならばその間違いを正すまでだ。とはお前なら分かるはずだ。親を失った。ノクトの気持ちが背負わされ失ってもなお進み続けなければならない、その辛さが。そんなもの諦めろ。半分くらいがこれで。危ない。サーチアイ、ジャンプ、よし。誰が犬じゃ。コックだこっちは。ジャンプ効くっぽいな。サーチアイ、まだ死ねると思うんだ。ノクティスともども死ぬがいい。おお、待って、これは回復できないやつか。まずい。近づけないぞ。オーバーブースト。ノクト、ノクトまだぶっ倒れてても生きてるんだから、こんなことしてる場合じゃないんだけど。もうちょい。チャンス、これでいった。分かっていた。使命を果たした。お前に後悔などないのだと。だがわずかな間でも愛する者の隣で笑うささやかな望みを叶えてやりたかった。綺麗な花嫁になっただろう。カンナギは死してもその使命から解放されることはない。それすら後悔しないのだ。こいつを、行くな、フナフレナ。残される俺は、
チャプター2終わり。あれ、なんかこれで本編で見えなかったあたりのストーリーは見えた気がするけど、まだ続くのかな。うん、まあ、とりあえず今回はこんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。